江戸城開城が近づく中、テコでも動かぬ武士が一人。一人だけ下がらっておる。まったく動かぬと申すのか。御所印番士、的屋六兵衛。こやつのこともな、このお城の中で知ってる者が誰もいねえんだ。幾多の盗っ人や罪人を斬り殺したとも言われておる。お前は誰に？ここで何をしておる？説得の一つもできんのだ。この六兵衛の態度。お主一体何をしてきた？誰かを待っておるということはないか？ご主人はお城で何をしているのでございますか？主人には主人の考えがある。その方にも話してもよいかもしれない。先の征夷大将徳川慶喜公かもしれん。上様！一つうなずかれ。そいつから聞いたんだ、六兵衛の正体よな。何者なんか分からへんけど、はたまたにふさわしい男やおろうわ。上野が燃えてしもうた。もう十分じゃ。ここで抜いても誰も攻めはせん。側元の方がよほど残虐非道ではござらぬか。やめようかくらい。ことと次第によっては腹を切ることになるかもしれん。どんなことがあっても生き抜いて。六兵衛！家柄だ、血筋だとこだわり続けるうちに、天下の旗本にふさわしい武士は一人もいなくなった。この男は本軍の武士でございます。何が武士じゃ。我らは一戦の攻防を見た。新しい時代を共に生きようぞ。よいな。連続ドラマ W 黒書院の六兵衛。